ケーキミックスがない。ホットケーキミックスが売ってない。それでも甘いものが食べたい。一体どうしたら。そうだ、あれを作ろう。マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん冒頭からで3度目の茶番お付き合いいただきありがとうございました。で、今日ですね、料理をしていきたいと思います。今日作るのはですね、焼かないよオレオチーズケーキということで、あのクックパッドでね話題になってた、そういうレシピをもとに今日は作っていきます。というのもですね、最近ホットケーキミックスが売り切れなんですよ、スーパーとかでも。まあ粉物が売り切れって言った方が分かりやすいかもしれないんですけど、で家でさ、自粛生活中に甘いもの食べたい、作って食べたいっていう方が多分たくさんいて、なのかな、まあ売り切れてるんですよ。で今日作るこのオレオチーズケーキっていうのは、そういうホットケーキミックスとかを使わないで非常に簡単にできるっていうね、そういうものですので、ぜひね皆さんもね、今の時期でもね揃う材料で作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。ということで早速作っていきましょう。材料はこちら。では実際に作っていきましょう。では早速作っていきましょう。まずはオレオ1袋分をこのクリームのねついたまま細かく刻んでいきたいと思います。で刻んでいくと、おら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 、すごい、なんか贅沢してる気分だ。よし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 。でこんな風に砕けました。でここにバターを 30g から 40g 入れていきます。これ無塩バターですね、塩のないバターを入れると。混ぜます。美味しそうだね、アイス入りオレオみたいな感じになってますねこれね、一見するとね。でこれをこういう型にクッキングシートを敷いたところに入れていきますと、ドサッと。おお、キャビアっぽい見た目、そんな食べたことないけど。でこれを下に敷き詰めましょう。意外と敷き詰めるの難しいな。おお、もっと細かく刻んだ方が良かったのかもしれないけど、まあこういう風なねスプーンとかでやればいいのかな。ということで綺麗に敷き詰めました。で続いては生クリームを 200g 作っていきます。はい、泡立てていきましょう。おりゃー、最近よく生クリーム使ってる気がする。生クリームなんですけど少し固めに作っていきます。少し固めってどれぐらいだろうっていうね。ということでこんなものでしょうか。結構固めにちょっと作っちゃったかもしれない、ザラついてるもんね生クリームね。で続いてはですね、別のボウルでクリームチーズ 200g をこうね滑らかにしていきます。まあこのハンドミキサーで回さなくても多分ねこう滑らかになっていくと思うんですけど、まあこのままこれ、あーこれは良くないね。あーダメだダメだ、クリームチーズをこういう風にするのは適してなさそうですね。これは外した方がいいかもしれませんねこれね。でここに砂糖 50g を入れてまたさらに混ぜていきます。ツンチ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 、お前の母ちゃん、お前の母ちゃん。でこんな風によく混ざったらレモン汁を少々と、あとオレオを5枚分入れていきます。まあ粗くこうね適当にこういう風な感じで刻んで、まあ、ざっくりでいいと思われます。すごいもう超絶細かくとかじゃなくてもしっかりこうね混ざる程度に。次はゴムベラで混ぜていきましょう。うわー絶対うまいやつこれ。でこれを生クリームと混ぜていきます。ドーン、さっきのね作った生クリームに入れていきます。わお、あ、結構もう少し固めてもよかったのかな。生クリームしっかり混ざりましたね。でこれを型に流し込んでいきましょう。オラ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 、ケーキ作りやー、ペタペタと。で表面を滑らかにしていきます。しっかり奥までねちゃんとこうちゃんと入れよう。よし、で最後に残りのオレオを刻んで上に乗せていきましょう。このクリームをこう取り除いてやると綺麗に見えるらしいんですけど、別にクリーム取り除かなくても一応できるらしいので、こんな風に刻んで乗せると。これもうまいけどさ、普通にスーパーカップにさ
こういうの入れて食べたくなるね、なんかね。じゃあそれ食えよって言われちゃいそうだけど。で、これを固まるまで冷蔵庫で冷やしていきましょう。オープン。ちょっと汚くて見せれません。では、しばしお待ちください。じゃーん。ということで、3時間ほど冷やしました。一晩冷やしてもいいぐらいらしいんですが、今日は短めでございます。で、この型から外していくんですけど、ちゃんと、おー、綺麗にケーキになりました。カットしてみましょうか。カットカット。じゃあカットしていきましょう。ぐさりと。クッキーの部分がさ、しっかりしてるから切るのが難しいですけど、どうだろうね。じゃじゃーん。ということで、焼かないオレオチーズケーキ完成しました。中までしっかりオレオが入ってて非常に美味しそうです。で、切った方はこんな感じになってますね。なんかちゃんとケーキになってますね。形もそうですけど、もう少し冷やしたらもっとね、しっかりとした型になるのかもしれないですけど、この上のクッキーもう少し細かく切った方が切りやすいかもしれないですね。では実際に食べてみたいと思います。いただきます。うん、すごい、本当にチーズケーキになってる。あのレモン入れたからか、このさ、クリームとクリームチーズの混ぜたやつが酸味が少し効いてるんですよね。チーズケーキっぽい味になってる。で、そこにオレオのサクサクとオレオ独特のこの味が加わるんで、すごいうまい。一つ僕ね、ミスったかなっていうのは、クリームをもっともっと固く作ってよかったかもしれない。今の感じだと結構溶けちゃうんだよね、すぐ口の中で。もう少し固くすればもっとこう、なんていうのかな、チーズケーキっぽくなったような気がするけど、めちゃくちゃ美味しいこれ。はい、ラスト一口。コーヒー飲みたくなりますね。うん、甘い。ということで、今回はですね、焼かないオレオチーズケーキというのを作っていきました。本当にね、簡単でしたので、ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。動画概要欄にですね、あのリンク貼っておきますので、そちらから参考レシピもぜひ見てみてください。ということで、今日もありがとうございました。食べた分しっかり運動していきます。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。歯黒くなってない俺はね。大丈夫かな。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。